こんにちは。主食はお米です。なんとか、振り袖ミクルを捕獲してみました。その時の注意点等を、いくつかご紹介します。まず、某、解析の人、曰く、す、でのカード化率は、0.18% らしいです。通常の、バッドガールズでは、0.1% と言われているので、確率は少し、甘いようです。スタミナ60使用する、富士急のみでしか出現せず、体力が少ないので、クマフィーや、振り袖ミクルのような、相手の体力を回復するカードが、必須になります。本は、フラッシュで誘惑をかけ、極力、体力を削らないように、ワンペア以上の役は、作らないようにしましょう。そして、最後の一番の難関ですが、出会える確率があまり高くありません。私は60周ほど、周回して、なんとか1回出会いました。一つワンポイントとして、未覚醒万問を回復カード古文にすると、味方の攻撃力が下がります。でもミクルが結構、デバフをかけてくれるので、そこまで、いらないかもしれません。それでは、捕獲の様子をご覧ください。誘惑が入れば、カードか、単体2倍を投げて、捕獲します。誘惑をかける、カードかを投げる、その繰り返しです。
いい感じで、デバフをかけてくれるので、助かりますわら。カード化、成功です。あとは、倒すだけです。ご視聴ありがとうございました。